ソウル半岸公園で行方不明となり死亡した状態で発見された偉大生、古孫ンミンさんの父親、孫平さんは、事件当日に自身の息子と一緒にいた友達 A 氏について、最低でも友達を探す努力をすべきではなかったかと疑問を提起した。孫平さんは9日、チャンネル A の番組に出演し、息子を呼び出し酒を飲んだとか、あるいは3時半に電話をし、 連れて行くこともできたのに連れて行かなかった点、あるいは携帯電話を間違えたか、探しに来る時にも電話をしなかった点、そうした最も基本的な疑惑を除いて何もないというなら、最低でも息子を探す努力をすべきだったのに、そうしなかった点がおかしいと述べた。また、証拠はなく、状況だけがあるため、私が見るとおかしな点が多いとし、警察で一生懸命調査しているが、 水に入ったことは正しいが、なぜ入ったのかは明らかにできないというのは、誰もが望んでいない結論ではないか。はっきりと明らかにしてその責任を取らせることが第一だと話した。そして、疑惑を解決することが第一で、誰かが関与したならばそれを明らかにし、その責任を取らせること。それを望んでいるが、そうすることができるか非常に不安だと付け加えた。さらに、 孫さんは自分のことのように手伝ってくれている市民らに感謝の気持ちを伝えた。この日の放送で孫さんは、ジョンミンさんと撮った写真をいくつか公開した。孫さんはジョンミンさんついて、子供の頃に抱っこやおんぶをして、頬を合わせた時の感触がとても良かったとし、大人になってからは父親を理解する気持ちで抱いてくれたと思い返した。また、息子が成長しながら多くのことを共感したので、 兄弟のようでもありとてもよかったが、それがこうした形で終わってしまうとは思わなかったと残念があった。